人結構聞いてるんですよ。あ、そうですか。で、結構メールが来たりしてね。へ、もう、新井さんのファンがたくさんおられて、はい、うん、栃木のなんとかですとか言って。へ、おそらく秋田も。まあ、今日も、はい、愛ちゃんにメッセージ入ってるんで。今日、そうですか。も知ってるから、言ったるから。あ、そうですか。愛ちゃんという方は、なんか歌手。歌手の方？歌手。なんかバンジョーっていう楽器をやられてる方で。はい、うん、バンジョーを弾きながら歌うね、沖縄唯一の、うん、シンガーソングライターなんだけど、うん、秋田美人、秋田の木倒れっての、木倒れじゃなくて、うん、木倒れってあるの、着るものとか、そうですね、木倒れ、おしゃれらしいですよ、うん、トッパン、ドンパン節、キリタンパ、これはよく聞くね、ドンパン節もあるんでわかるでしょ、知らん、ドンドンパンパン、ドンパンパンって、ね、あれがドンパン節ね、はいはいはい、坂田純子、藤江綾子、長崎弥宏子、長崎弥宏子って小林滝次、知らんな。これ、カニ高専っていうサッカー。内谷弘光。野球選手。ああ、いる。長崎弥宏子は水泳選手。水泳選手ですね。誰？長崎弥宏子は水泳選手。昔のね。あ、長崎弥宏子ね。はい、ああ。落合博光は？野球選手。あの落合ね、三冠王。黒沢明監督ね。三浦敏郎。柳葉敏郎、はいはい。誰かな、もう始まってる、俳優。まだです。あと2分、あと2分。3時から始めます。はい、じゃあマイクはこっちでお願いします。バンジョーさん多分こっち来るんで。あ、こちらはこっち。マイクこっち。で、近めでお願いしますね。うん、これないの、これなし、あ、これなし。つけます、新井さん。これ耳が悪いから、聞こえないんで、聞こえないと。オンになってますよね。はい、大丈夫です。入ってますね。はい。じゃあ、1分ぐらいで始めていきます。このぐらい？マイクテスト。あ、OK。おばっちりです。マイクテスト。マイクテスト？あ、OK です。大丈夫？秋田弁でマイクテストは何て言いますか。あ、同じマイクテストです。はい。あ、なんか秋田名物。八森秋田温度ですね。あね、あ、あれも有名ですよね。はい。生ハゲとかね。そうそう、うん、秋田温度。秋田名物。そうそう。新井さん聞こえます今、うん？聞こえます？聞こえます。今 CM です。ちっちゃい。あげれるかな。はいはい。こっちだけ聞こえてる。あ、うん、多分ちょっと壊れてるから片耳だけ聞こえてるよ、うん、そういうもんなの、はい。まあ片耳外してるしね、いいんじゃないですか。いやいや、これを聞く、これ自体、あ、そっかそっかそっか、左だけ聞こえてるよ。あ、オッケーです。さっき逆角にしたわけ、こっち出るんですよ。北県人沖縄海、聞こえてます。あ、こっちはあのイヤホンがないので、え、イヤホンない。聞こえてます？はい、あ、新井さんの声聞こえてます。音はね、聞こえない。あ、聞こえない、聞こえない。なんか今あの CM が入ってるんで、うん、聞こえないんだ。やっぱりいいねって入ってますから、やっぱりステーキ。旧姓はじゃあ何とおっしゃいますか。伊藤です。伊藤さん、はい、ああ、そうですか。なるほど。家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、工事のことはおまかりじゃありませんか。やら電化ストアは太陽光発電システムをご相談を伺ってます。あなたの持ちの電気屋さん、やら電化ストア、はい、聞く聞く、言ってやってる。ありがとうございます。聞こえてないです。
オープニングテーマ曲です。こうマイクがこうなるからね、背中が丸くなりそうな感じになる。背筋を伸ばして話す。ああ、野球の。じゃあ行きます。はい。アーキーこと山川明作詞作曲のオープニングテーマ曲、おじいの嘆きとともにシニアドリームライフの時間です。この番組はまだまだ夢に向かって頑張っているシニアのこれからの夢やこれまでの体験経験を語り、地域の若者、ジュニア世代にやる気と希望を抱かせるトークと音楽のひとときです。今週もここ宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾スタジオからお送りしています。私はこの番組のパーソナリティを務めますヨッシー新井こと新井よしおと申します。今日も小一時間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。この番組、今日は第2週の6月第2週の月曜日ということで、今月の第2週の月曜日、毎月そうですけど、毎月第2週は、万丈愛ちゃんの夜週替わりレギュラーとなってます。万丈愛ちゃんが、ちょっと遅れてましてですね、もう少しで到着しますんで、到着してからそのまま入ってもらいますんで、万丈愛ちゃんのファンの皆様、ね、お待ちください。特に栃木県、ね、千葉県、神奈川県からメッセージをお寄せいただく皆さんね、愛ちゃん来るまでもう少しお待ちください。はい、そして、5月からですね、この番組のいわゆるレギュラーコーナーを担当してもらってます。まずは、はい、全国ふるさと会の事務局長の高久さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、本当今月も6月に入ってますけどね、はい、全国ふるさと会第2週ねのレギュラーコーナーということで、今日はですね、その全国ふるさと会から美人の女性をね、連れてきていただきました。なんて言っても、日本の美人の産地は、秋田です。ね。秋田美人。秋田美人、ね。その秋田美人の、秋田県人会の副会長さん。はい。宮城、これは何て言うの？あ、敦子です。敦子さん、はい。はい。宮城敦子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。はい。ということですね。アイシャイクの方でまずこの3人で続けますけども、今ちょっと自己紹介簡単に、まず高久さんの方から。高久さんは栃木県出身なんですよね。そうですね、はい、はい、私は、はい、栃木県出身です。旧宇治江町、現在は桜市と言いますけれども、そこ出身 で、でまたそういう各県人会が 25団体集まりまして、一般社団法人沖縄全国ふるさと会を昨年法人化いたしました。まあその前は25年間の、任意団体でやってきたんですけども。25年間一応あったんですか？はい。その時から高久さん変わった。そうですね。ずっと、はい。ずっとボランティアでやってきました。事務局で？はい、そうです、そうです。そうですか？はい。知らなかった。はい。もう沖縄全国ふるさと会という、例えば命名であったりとかですね。まあ趣旨であったりですね。まあ沖縄とふるさとの架け橋として、人の交流、物の交流、文化の交流に貢献しましょうと、そういったテーマのも25年前からですね、ずっと掲げております。うん、まあ、各地域の、ね、県人会、その県人会は県人会で、まあ、活動しているところもあれば、まあ、そうでないところもあるし、まあ、今でも県人会ができてない県もあるんでしょう。そうです ね、まあ、25団体ですから、まあ、近々ですね、うん、例えば群馬県人会、また佐賀県人会、うんうん、長野県人会、うん、この辺がですね、近々発足の予定であります。ああ、そうですね。はい。そうしたら、そのね、県人会の方も、ふるさと会に参加してもらって、ね、この番組もお越しいただくと。はい。ということで期待してますので。そうですね、はい。はい。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、そしてね、秋田県から、秋田県人会からね、お越しいただきました、宮城敦子副会長。はい。はい、よろしく。自己紹介ちょっと。
はい、はい、私はですね、1987年にあの沖縄に来ました。出身は秋田県秋田市なんですけれども、はい、もう沖縄に来て37年ということで、はい、あっという間にね、もう30年以上になります。で、まあ、あの、県人会の方はですね、あまり活動はあのしていないんですけれども、はい、あの、1年前にちょうど退職をしまして、うん、それからちょっと時間の、ね、余裕があるようになりましたので、いろいろな、ね、行事に参加するようになってます。はい、あの秋田県の、ね、今地図、ね、そうですね、広げてますけどね、秋田市はちょうど真ん中の海沿いになってます、はい、本州の最北端の、はい、日本海側ですよね、はい、はい、そうです、秋田県ね、あの沖縄の人って意外とね、地図っていうか地理がにちょっとあの明るくない人が結構多いんですよ、うん、まあ、っていうのは陸続きじゃないんでね、そんなあっちこっち行けるわけじゃないんで、うん、ですね、はい、ということで、ね、秋田県ですね、はい、ということでね、後ほどまたゆっくりね、秋田県のお話を聞きたいと思いますので、また高木さんもね、秋田県のことについてはよく知ってますか？秋田県、あ、行きましたよ。男鹿半島とかですね。割子は稲がとかですね。生ハゲですね。生ハゲね、ありましたね。はいはいはい。まあ、いろいろご存知なのでね。はい。はい。その時またね、途中からこう、割り込んでください。はい、ということで、まずはですね、毎月毎週お届けしているヨッシー新井の教育的な一言ということでね、私はもともとあの学校にずっと長年沖縄ではいましたので、ね、沖縄では有名な小学院、そして沖縄小学、そこに沖縄小学の立ち合いからずっと関わってまして、ね、30年以上ね、ナショナル理事長のつでやってきたんでね、まあ、そういうことで沖縄では教育バタというかね、仕事してましたんで、そういう意味でも教育的な一言ということで、あのラジオともね、やってます。毎月で、ね、毎月やってます。はい、ということで6月、今月はですね、月が変わりましたんで、ちょっと長い一言どころかですね、8項目か9項目ありましてですね、さっといきますんで、またね、あの意見聞きますんで、これはね、沖縄県は長寿の地域であると。ということで、沖縄長寿の地域、こういうのをブルーゾーンって言うんですよね。最近はブルーゾーンって言葉がね、あのよく使われるようになってるんですけども、いわゆる沖縄県は長寿地域であるということで、ブルーゾーンということで、世界的にもね、いろいろ認められてるんですけど、まあ、残念なことに最近ちょっとね、平均寿命が落ちてきて、女性はそうでもないけど、男性が特に落ちてきてますけどね、地域的に言うとやっぱりブルーゾーンという地域であると、長寿の地域であるというふうに、いわゆるこれ世界的に認められてるんですからね、はい、そういうことでこれ守っていこうっていうか、もっと高めていこうということで、はい、ブルーゾーンのやるの生活ということで、どういうことをしたらね、健康長寿でいられるか、ブルーゾーンの地域として生きていけるかということなんですけど、第一項目は、歩いたり、庭仕事をしたり、適度な運動を続ける。ね、だからちょっとね、まあ、高齢になってもきついからってね、あんまり出かけなかったり、ね、歩かなかったりしないっていうことは、ね、いけないんで、逆に歩いてください。あるいはお庭があるうちだったら庭仕事もしてください。とにかく適度な運動をしなさいってことです。はい。まあ、過度な運動をするとちょっとくたびれちゃうんでね。適度なっていうのは、これがポイントです。2番目。適量をゆっくりと食べ、腹8分でカロリーが入る。なかなかこれもね、難しい。私は、最近は量がね、だいぶやっぱ若い頃より落ちてきたんで、まあ量的には適量かなと思うんだけど、時々やっぱり食べ過ぎることがある。腹8分どころか、腹12分ぐらい食べることもあってね。カロリーがちょっと行き過ぎて、ちょっと今糖尿病なんですよ。どっちかすると。ちょっと控えないかんですかね。はい。適量をゆっくりと食べ。よくね、噛みなさいって言いますね。噛んでゆっくり食べる。ゆっくり食べるってことは噛みなさいってことですね。そして腹8分でカロリー控えめ。3番目。数種類の野菜を食べ、糖類や植物性食品を食べる。ね、野菜をたくさん食べる。で豆類がね、タンパク質源は、まあ、動物タンパクもありますけど、豆類がいいんじゃないかということで、豆類。と、まあ、全体的には植物性食品を食べましょうと。はい。そして、ポリフェノールが多い赤ワインをグラスに一杯だけ飲む。ワインはいいんです。ただ飲みすぎない、やっぱりね。グラスに一杯。ポリフェノールがある赤ワイン。これは体にいいってことです、ね。はい。一杯だけにしましょう、ね。5番目。目的意識を持ち、学びや目標未来を描き続ける。年いったらね、もう自分の人生は終わりじゃなくて、もっともっとこの番組もそうですけど、シニアのドリーム、ね、シニアになっても、まあね、年齢を重ねても常に夢を持とう、
目的を持とう、意識を持とうというね、そういうことです。学びの目標や未来を描き続ける。こうしてると、やっぱりね、頭もボケなくて済むんで、ね。第6項目。落ち着いた時間や瞑想で人生をスローダウン。ちょっとね、仕事してる人はやっぱり落ち着いて、やっぱりゆっくりする時間も必要ですよと。瞑想なんかがいいんじゃないかと。ね、だから、まあ、そういうね、まあ、我々の年代はね、どっちかというと、猛烈社員とかなんでね、働きづくめの年代なんですけど、大体70中盤から後半をね。うん、まあ、だから、そういう人たちは特にね、人生をスローダウンしましょうと。ゆっくり人生を振り返る。瞑想もいいですよってことです。7番目。精神面の安定、新たな伝統などを探し、信仰心を持つ。ね、まあ、伝統、いわゆる伝統言語とかね、そういうものに関心を持って、まあ、信仰心もやっぱりある意味で必要ですよと。ね、まあ、信仰、いろんな宗教ありますけど、やっぱいい宗教はたくさんありますんでね、はい、そういうんで信仰心を持つ。これも重要です。8番目、家族を最優先にし、距離を縮め、家族を第一に考える。家族第一主義。あんまり家族ばっかりじゃいけないと思うんですけども、やっぱり家族を大事にしようっていう、これは基本ですよと。ね、家族を大事にするということは、まあ、地域の人も大事にするし、ね、同じ、なんていうかね、まあ、市民、県民も大事にすると。強いては国民も全体として大事にするっていう、ね。これも大きな家族の考え方ですからね。はい、ということですね。そして9番目、ラストは、社会的つながりや価値観を共有し、人とつながる。これ重要なんですね。だから、全国ふるさとが重要なんですよ。いろんな人とつながる。ね、社会的つながりを持つ、ね。地域に関わりなく、地域とつながって、人もつながる、ね。価値観も共有する。これとっても大事なんで、これはもう、ね、高久さんの、まあ、ライフワークですね、はい。ということで、この9項目。これが、ブルーゾーンを維持し、伸ばす。ね、いわゆる健康長寿の生き方、ね。生活の仕方ですよ。どうですか、高久さん。いや、もう全くね、その通りでありますので、はい、私もたまにね、新聞に投稿するんですけれども、やっぱり我々の生き方として、うん、定年退職した人が同級生なんかほとんどなんですね。はいはい、その人たちにね、今何をしてますか？仕事をやって、うん、会社と糸が切れてしまったら、もう何もやることがない。うん、悠々自適、うん。私はもう悠々自適が一番危ないんではないかと。悠々自適はね、若い時は憧れるんですけども、うん、現実にその年になってみると、悠々自適じゃなくて、うん、やっぱり何かね、まだ、なんかあれをやんなきゃいけない、これをやんなきゃいけないとかですね、うん、少しプレッシャーがあったりとか、はいはい、少しストレスを感じたりとか、うん、そういう風な精神的な状態の方が、何か目標に向かって進んでいくことができるんではないかなと。うん、私はね、ですからね、シニアよ。はいはい。大使忘るなかれと言ってるんです。うん、あ、シニアよ。シニアよ。ね。青年よじゃなくて。これ、少年よじゃなくてね。正式にはあるんですよね。青年よ、大将だけですよね。ボーイズビーアンビシャス。はい、私は、シニアよ。その時、ね、その時に決意した大将を忘るなかれと。なるほどね。うん、今でもまだまだ大将をね、果たすために頑張っていこうではありませんかと。うん、そういうふうな呼びかけをですね、ね、しているつもりです。はい、やっぱりね、まだまだ勉強もして学び、人生の目標を持って、ね、ね、シニアよ、はい、ね、老人よじゃなくてね、シニアよ。まあ漢字で書いてもいいよ、老人よとなりますね。読み方としてはシニアよと。はいはい、大使忘れなかれ、うん、はい。なんか老人つうとなんかちょっと寂しい読み方なんで、そうですね、まあ、うん、なんて言ったかな、いや、こう中高年の方ぐらいでいいんじゃないですか。はいはいはい、大将だけ、はい、はい、ボーイズじゃなくて、はい、なんつうの、中高年はなんだ、オールド、まあシニアでいいね。はい、シニアエイジ、ビー、アンビシャス。アンビシャス。そういうことですね。英語で言うとね。宮城副会長、秋田県人、どうですか？そうですね、うん。私もシニアチームにまだ入って1年なので、これからこの大将を探さないといけないっていうところですかね。シニアチームって言うとどういう？あ、60歳になるといろんな割引もありますよね。うん、で地域で60歳以上の体操とかもいろいろあるんですよ。なるほど。だからまあできるところを少しずつ参加していって、はい、まあ今後また何かお仕事をするかどうかわからないんですけれども、うん、そういうのを探していったりとか、うん、目標を探したりとか、そういうことをしていきたいなと思っています。うん、いいことですね。まあシニア、何に入ったって言いますけど、この番組の本当のシニアのね、私のシニアの定義っていうのは、はい、まあ、年に本当関係ないんですよ。例えば、10代でも20代でもね、沖縄県の、沖縄の結婚するのも早いし、子供生まれるのも早いですから、ね、
もう10代でも20代でも、例えば子供ができたら、ね、子供ができるってことはジュニアができるわけです。そしたらその人と、親はシニアですよと。10代でも20代でも、ね。まあ、それが、まあ、一般的に言われるシニア、ね、50、60の中高年の方。もうもちろんこれは必然的にシニアですけど、ね、その手前にいるのは、まあ、シニアの予備軍ですから、そういう意味でのね。だからもう幅広いシニア、ね、別に年に関わりなくという、そういう定義でやってますんで。はいはい。まあそういうことなんですけどね。はい。じゃあまだまだこれから何をしようかと、まあ模索しているところですか。そうですね。はい、特に今なんかやってることはないんですか。まあ、特にはないんですけれども、ただ、まあ、今まで仕事をしてて何もできなかったこと、家のことであったりとか、うん、そういうことをね、やっているうちに、あっという間に1年が過ぎたというところです。お仕事はしてるんですけど、どんなことを？ですね、保険会社でお仕事をしていました。保険会社。はい、で営業もしていたんですけれども、あとは、まあ、新人さんのお仕事のサポートをしたり、そういう形で、おかげさまで60歳で職定年となりました。延長はしてないのか。そうですね、延長はまあ延長60歳過ぎた私の職種の場合はまあまた営業に戻るという形だったので、一旦ここで線を引いてまた次を考えようというところです、ね。ということで宮城さんという名前ですから、はい、ね、この名前は沖縄の普通の名前なんですよね。そうなんです、ね。まあ、宮城県もありますけど、はい、沖縄の名前ということはまあ旦那さんの名前だと。そうです、そういうことですね、はい。沖縄に来て知り合って結婚しました。沖縄で、沖縄に来てしようと。沖縄に来て知り合ったんです。どういうあれで季節で沖縄来たんですか。ずっとマリンスポーツが好きでですね、よくマリンスポーツ。マリン？海のね、スポーツ。マリンね。マリンスポーツです。マリン。マリン。ちょっと耳が悪いんでね、聞き分けが弱いんですよ。マリンスポーツ。あれ好きだったんですか。はい。はい、それでまあ、まあ、一番南の沖縄に行こうということで、沖縄に来たんですけれども、そこで、まあ、知り合いまして。遊びで来て。そうですね、はい、よくあるあるだと思うんですけれども、これがもう 何年何十年前ですか。37年前ですね。じゃあご主人もやっぱりマリン関係の人。そうでしたね。なるほどね、はい、それはマリンスポーツもたくさんありますけど、はい、どんなスポーツですか。当時はですね、ウィンドサーフィンがすごく流行ってたんですね。それで、まあ、ウィンドサーフィンをしていました、ね。サーフィンはあんまり沖縄その海波が高くなくても高くないんですけど、はい、普通のサーフィンですよ、はい、結構でもサーフィンやってる人もいますしね。そうですね、まあ、ウィンドサーフィンは風があるから、ね、はい、沖縄はいいんですよね、またね、はいはいはい。そしてやっぱりあっちの、なんつうの、西海岸ですよ、大体多いのね、はい、そうですね、ウィンドサーフィンね、はい、そこで宮城さんはね、はい、幼少の頃は秋田ですから、はい、スキーなんですよ、雪を滑ってたんですけど、あ、なるほどね、今の話聞くと、で沖縄に来て今度は波なりとあね、そういうことです。まあ、なんかバランスはすぐじゃあ乗れたんじゃないですか、波に。いやー、それはそうでもないんですけどもね。そうですか。はい、スキーもお上手で。いや、それ上手でもないです。もう、嫌でももう、冬場はね、みんなやりますからね。生活も一部だと思うんですけどね、はい。はい。ということなんですけどね。はい、わかりました。はい、この番組でね、高木さんも栃木県出身なんで。まあ、栃木の方からメッセージが来てるんですけど、まあ、今日は特に番長愛ちゃんがね、ラジオ番組やる復活するっつんで、それでたくさんのメッセージ来てるんですけど、愛ちゃんまだ続いてないのかな、これ開けてみないと分かんないんだけど、うん、開けてもいいのかな、ね、あ、入ってきてって言いましょうね。うん、そうそうそう。それで、どうやって合図するの、合図は。LINE で。うん ?LINE で。つきましたってくれる番長。LINE するかな、あっちだと見えるんだけど、こっちは見えないんで、うん、どうしたらいいかねと今思ってるんですけども、はい。まあ、トントンってするのかしら。収録なんで今の会話はカットされるわけですね。いやいやいや、入っちゃうんですか。うん、行きますよ。愛ちゃんが来るとか来ないとか、ドア開けるとか、そう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 。これはもう、生々しく行きますよ。生々しく。ね、ですよね。もうこれも生収録ですから、ね、そのまま入ってますんで。ね、はい。それじゃあですね、愛ちゃん来るまでもう少し話をね。県人会の話をしたいんですけど、はい、今日は秋田県人会ということで、はい、秋田にはいろんなね、まあ、キーワードがね、私の知ってるキーワードは最初に言った通り、まず秋田美人、ね、秋田美人すると秋田小町っていうんですね、はい、はい、どうですか秋田美人、秋田美人の本人としては。ありがとうございます。ただ秋田の方はね、やっぱり雪が深いから色の白い方が多いと思うんですね。なるほど。で、住んでる時はあんまり感じなかったんですけれども、離れて帰った時に街を歩いてる子たちがやっぱり色白の方がすごく多いなって、
そういうところなのかなって思いました。うん、なるほどね。秋田美人というとやっぱり秋田美人で、ね、あの芸能界でねよく出た人っていうと、まあ、昔の人から、まあ、ほとんど昔の人かなこれな、うん、桜田淳子さん、ね、はいはい、もうこの人も我々と同じぐらいの年ですよね、うん、大体ね、あのですよ、あの宮城さんとは違う、宮城さんもっと若いですよ、はい、宮城さんの方がね、ちょっと若いですね我々に近い方、ね、あ、我々より上かな、あ、桜田淳子でしょうね、ね、あ、我々では高木さんも僕より若いからなんか同じ年代に言ってるけど、ね、それと藤あや子さん、ね、あの藤あや子さんも当然角野田で言ったらね、はい、ここは藤あや子さんのね出身地ですとか言ってバスのガイドさんがね一生懸命宣伝してました。あ、うん、はい、それで、はい、ちょっと 若い年代でいくと、長崎ひよこさん、オリンピックの水泳選手ですね、金メダル取った、はい、ね、まあ、こういう女性群が、まあ、いわゆる秋田美人の象徴的な、ね、代表的な人たちですね。最近で言ったらこの佐々木希さん、お、あ、佐々木希さんと私はちょっと分かんないんだけど、生駒ちゃんとかね、あの生駒さんっていうあの若い女の子がいるんですけれども、何に出てる人、あの県民賞とかにも出てますよ、あ、時々、はい、佐々木さん、佐々木希さん、希さん、はい、知ってます、まあ、分かんないじゃん、失礼しました、県民賞ね、はい、あれはあの、はい、そのと我々のふるさと会と考え方同じにするような、はい、共同愛に満ちた 人たちが自分のふるさとをアピールする番組ですよね、うん、非常にいい番組だと思います、はい、ね、はい、ついた、はい、はい、ついたと思います、あ、そう、はいはい、ね、それでね、あとは秋田の県のね、やる、はいはい、はい、あいちゃん来ましたね、はいはいはい、はい、どうぞどうぞ、はい、途中で登場ですね、特別登場です、はい、はい、いや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 、この番組の復活なんです、復活番組、復活さん、今日はもう半年ぐらい休んでましたから、なるほど、こそ立てて、いや、もうフェイスブックで、ね、よく見てますので、はい、はい、もう出産、子育て、はい、頑張ってらっしゃるなっていう、はい、いや、これちょっとね、あの愛ちゃん来たんで、はい、先にですね、栃木県から来た、おだけど栃木県と神奈川県と千葉県から来ているメッセージをね紹介しましょう、はい、十一さん、そしてメッセージをいただいた皆さん聞いてますか、はい、愛ちゃんが登場したんで、まずはメッセージをね、披露します、はい、ラジオメッセージ、愛ちゃんへ、ね、スタッフの皆さん、愛ちゃん、こんにちは。愛ちゃん、元気でしたか、はい、元気でしたか、はい、もっと、まあ、まあ、前に来て、はい、奥の方に、はい、入んないから、はい、ちょっと、はい、これ今、はい、前に向かってね、はいはい、元気でしたか、はい、元気です、私もそうでしたが、小さい子がいると何でも子供優先ですよね、ですか、そうですね、そうですか、はい、はい、まだまだ大変なことたくさんあると思いますが、頑張ってお母さんしてください、はい、そしてちょっと余った時間に万丈愛もよろしく、ね、はい、お母さんとちょっと離れて万丈愛、そうですね、はい、ということで、うん、神奈川県から、はい、黒越さん、はい、黒越さん、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、はい、次、はい、愛ちゃん、はい、待ちに待った復活おめでとうございます、ありがとうございます、これからも子育てにライブに頑張ってくださいね、はい、ね、ということで、ライブがですね、この番組、はい、今日10日ですけども、あれ、昨日ライブがやったんだよね、ここまでね、はい、そうですね、はい、そうです、はい、やる小座のミュージックタウン、はい、ね、でも出演終わったところです、ね、ということなんですけどね、はい、愛ちゃんね、復活おめでとうございます、これからも子育てで、子育てでライブに頑張ってください、ライブやったばっかりです、もう、はい、出演してます、はい、頑張ってますよ、はい、はい、いつも遠い千葉県から応援してます、はい、千葉県の応援団は、エイジさん、エイジさん、はい、正岡エイジさん、ありがとうございます、はい、神奈川県の応援団、千葉県の応援団来ました、はい、はい、お次、スタッフの皆さん、ん、ちょっとよ、こんにちは、そしてお帰りなさい、愛ちゃん、ありがとうございます、はい、ただいまです、沖縄でのライブ活動をチェックしてますよ、あ、早く新曲を聴かせてください、本当ですね、もうずっと待ったんで、はい、ね、頼みますよ、はい、もしあの新曲ね、まあ、あの先生、ちょっと、ね、体調悪くす、ね、ずっとされたんで、あの曲作り方、この間ね、若い青年、この番組も出てるんだけど、うんうんうん、紹介しましょうね。はい、ぜひ。作ってもらいましょうね。ぜひ。はい。ということでね。
はい。よしきさん。覚えてるよしき。ととしき。あ、としきさん。としきさん。もう、マラさんの絵覚えてる。ね、はい。そして私は桜純、あ、ジャンゴラインハルトフェスティバル。ん？桜ジャンゴラインハルトフェスティバルのスタッフで、7月6日の開催に向けて準備してます。桜ジャンゴラインハルトフェスティバル。わかります？はい。桜ジャンゴフェスティバルは、わかります。そう。はい。東京なんでしょうか？栃木であるのどういうフェスティバル？あの、ブルーグラスの。あ、ブルーグラスのやってる音楽の。あ、そうですか。はい、ああ、はい。なんだ、それよくわかるね。はい、7月6日だよ。開催に向けて準備してます。行かないと。ねえ、ですね。2日間ともライブ配信がありますから、はい、YouTube によりご覧ください。はい、っていうことはもう、ね、このフェスティバル、ね、栃木県にやるっての知ってるんだから、うん、はい、栃木県からの応援団。はい。岩原さん。岩原さん。あ、と言った今。はい。滑舌が悪かったらごめんなさい。岩原さん。違う、僕が耳悪いんですよ。はい。ということでね、はい、高木さん、はい、栃木ですから。そうですね。栃木の皆さん、みんな行くべね。はい、愛ちゃん、ね、万丈愛ちゃんに会いに行ってくださいよ。はいはい。行っとこれ。桜ジャンゴラインハルトフェスティバル。神奈川県でやるそう、栃木県でやるそうです。なるほど。はい。はい、次、シニアドリームライフの皆さん、こんにちは。そして、愛ちゃん、復活おめでとうございます。ありがとうございます。おかえりなさい。ただいまです。愛ちゃん、お休みの間はいかがでしたか？たくさん充電できましたか？子育て忙しいからね、充電とかじゃないね。もう忙しすぎて、はい。ね、で、はい、先月、家族みんな肺炎になっちゃって。あら、息子から。なんと。で、またその、ね、はい、風邪、咳が続いてて、なるほど、万全ではないですけど、でも、はい、もう、でも、ね、ライブが今月多いので、体調整えていきます。はい。はい、愛ちゃんの宇都宮ライブ、楽しみにしてますよって。今年は実現するといいです ね、うん、ですね。ぜひ実現させてくださいね。はい、宇都宮ライブ。その時は高木さんも応援に行くって。あ、本当ですか。栃木に縁があるんですね。そうですね。栃木とね。はい、そうなんですよ。この全国ふるさと会というね、会の事務局長で、栃木県県人なんです。すね、今日のお客様はまた、はい、秋田県人会、副会長さん、はい、なんですよ、はい。ということで、今のメッセージは、どなたかでしょうか？栃木の方ですか？そうですよ。栃木の、安倍さん、ご夫妻の。あ、長谷川さんご夫妻。ね、はい、長谷川武士さんじゃなくて、たけしさん、さんと夫妻さん、ご夫妻ね、はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。そして次、愛ちゃん、そして新井さん、こんにちは。しばらくぶりにメッセージします。はい、じめじめした季節になりましたね。皆さん、体調の方に気をつけてください。ね、と、ありますけど、沖縄もね、梅雨入りしても一週間経ちますけど、はい、内地はまだ梅雨入りしないでしょ？内地は梅雨入り。内地の方はまだじゃないまだですよね。でも、雨すごいですよね。うん、あ、そう。はい、梅雨入りしてないけど、雨は、ね、ニュースやってますね。うん、まあ、そういうことなんですね。沖縄は特にほとんど毎日も雨ですから、先週からね。うん、はいはい。はい、次。FM ギノワン、シリアドリームライフの皆さん、こんにちは。愛ちゃん、復活おめでとうございます。ありがとうございます。まだまだ子育て大変と思いますが、焦らず頑張ってください。はい、新曲楽しみにしてます。はい、本当ですね。また新曲も出てきてね。ね、はい、神奈川県の人。ね、はい、神奈川県の、あきらさん。あきらさん。樋口、樋口あきらさん。はい。ね。樋口さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ね。神奈川県は、ね、黒越さんと、樋口さんと、お二人ね。はい。はい、そして、ラスト。はい。新井さん、スタッフの皆さん、そして、親愛なる愛ちゃん、こんにちは。こんにちは。愛ちゃん、帰ってきてくれてありがとう。愛ちゃん、久しぶりの、ワムウル運動、かなさんの、発音悪いね。いきなり出ますね。発音悪い。いやいやいや。はい。沖縄の人いないからね。ワネウムトンド、かなさんの。ワネウムトンド、かなさんの。さすがです。すごい。上手。はい。ケンちゃん。ケンちゃん。ファンですから。はい。ということで、はい。誰でしょう。
石山さん、ね、はい、リーダーの石山さんですよ。ありがとうございます。しばらく何もメッセージもさしてなくて、はい、ということで愛ちゃん一言メッセージ返してください。はい、もう、ちょっとね、思った以上に子育てが大変で、はい、風邪とかどっち移ったりして体調面でもちょっといろいろ整えるのがやっとなんですけど、でも今月は本当にもう待ちに待ったライブがもう4本決まって、はい、4本も1つも終わった後なんです。急に4本ですか？急に、なんか6月なんかイベントが多いのか、うん、まあ、偶然集中してるのかもしれないんですけど、まだ日程、6月9日のね、はい、もしか聞いてないけど、はい、あと3つあるんですよ、実は。あと LINE で、はい、詳しくは、はい、お送りします。はい、はい、それじゃあですね、1件目の領場さんの、領場の、あれ、いくら、何だった、いくら、あれはですね、29日です、土曜日、誰も出るようになって、うん、はい、親戚だから。あ、そうですよね、そうね、本当、はい、まあ、あとここにあと2つあるんですね。はい、そうです。ちょっと LINE くださいに行ってね、はい、空いてたら行きますんで、はい、空いてなくても、アパッチでやる、はい、ありますね、はい、本当だよ、はい、そうアパッチで行きますよ、はい、とにかくなるべく時間作っていきます、はい、ありがとうございます、ね、もう一回は、はい、もう一回は、もう一回なる、あ、もうやってた、はい、ということでね、はい、愛ちゃんじゃあ、ね、復活のね、はい、復活の宣言の歌を一曲、うん、はい、何にしますか。じゃあ、万丈愛のテーマ、万丈愛のテーマ、はい、すぐ入りますか。あ、もう一つあれでした、ハンズ、ジャンボステーキハンズさんの新店舗で、あ、ハンズがいるね、はい、ライブをこれも僕はエントリーしてますよ、もう、ハンズがいるんだったんだね、ハンズ新店舗で早速もう毎週に入って闇上がりって大事、ちょっと本当に体調整えないと、ね、はい、発声練習このために整えていきます、ね、はい、頑張ります。はい、探してる、ワンダーのテーマっていうタイトルですか。はい、ですね、ファーストアルバム、ラブオールウェイズっていう、チャイドコール、うん、あ、そうそう、これが1曲です。アサインオンですか。あ、シングオン。シングオンバンジョアイだね。シングオンバンジョアイ、はい。これがね、はい、バンジョアイのテーマなんですけど、久しぶりにね、シングオンバンジョアイ、ね、栃木の皆さん、神奈川の皆さん、千葉の皆さん、ね、メッセージいただいた皆さん、バンジョアイちゃんのファンの皆さん、久しぶりに生声も聞きましたしね。はい。はい、そして、ね、音楽 CD も聞いてみましょう。入りますか？はい。はい、行きましょう。大音量で行きましょう。秋田音頭ありますかって。あ、一応、ありますけど、2曲目流します、秋田音頭。はい、早く言ってください、先の話したのに。いないと聞く。誰が歌ってるのがいいとかあります？誰でもいい、誰でもいい、うん、やっぱ YouTube にあるやつ流しましょう、ね、はいはい、じゃあちょっとまだ時間があるんで、これ終わった後ちょっとまた県知事会の話して、うん、それすぐ秋田温度流しますから。はい、わかりました。でまた最後にまた愛ちゃん戻って、はい、ね、今も35分なんで、ちょっと今35分ですね。はいはい、56分まで。あ、これが56分だね。そう、56分。私、生放送あるので、遅れないようにしないと。まあ、そっちもね。うん、全くぴったしだね。うん。夜中も時間見た方がいいかな、はい、56分で、はい、どの時計で56分？いや、そちらの時計で56分共通の共通の、はい、共通の時計で、え、共通の時計ないよ。え、どういうこと？15時56分までだから、うん、僕の時計と共通の時計と違うかもしれないと、うん、一緒え、一緒ですよね。違うでしょ。一緒でしょ。いろいろ違うでしょ。携帯の時計時間とみんな一緒なの？携帯も一緒だ。今36分。今36分、一緒。あ、携帯の時間みんな一緒なの？一緒ですよ。あ、そうなんだ。人によって違うってことが。びっくりした。合わせたりするんで。これも全部入ってるわけじゃん。これ入ってないじゃない。YouTube で入ってますよ。YouTube に入ってる。音楽と一緒に？音楽は入れられないので。あ、愛ちゃんのダメなんだ。
YouTube だ。そう。あ、YouTube は、その、なんとか検定。何？著作権があるんで、流せないんですよ。うん、あとじゃあプロの人のやつは、素人の人のやつは関係ないから流せますよ。登録してる人、プロとして登録してる人の音楽は流せないんですよ、YouTube は。なるほどね。著作権。だけど、ラジオの、FM ラジオでは流れてるんです。当日の 生では。あれは、ツイキャスでも。あ、ツイキャスも一緒。流せない。流せない。うん、著作権は。そういう映像のやるやつは流せない。ツイキャスっていうのは 生でやってる映像のやつね。テレビ局で聞こえるかはね、普通のラジオ局はですね、著作権のこの、なんか、許可をもらってるんですよね。うん、全部ね、そうです。曲としても、どんな曲を流してもいいように、もうすでになっていて、だから、割と、なんか、何でも。ラジオの番組では音楽で入って、ラジオの番組ではこれ入ってないよね。うん、あ、ラジオでは入ってないですよ、この会話。じゃあ CM 行きます。はい、CM。はい。ちょうど愛ちゃんのところ前マイクで顔が、ね、全部マイクになっちゃってる。あげるんかい。どうしよう。持ちます？持ちます？持つ。外せないもん。外せないんですよね。ちょっと。その方がいいかもしれない。ああ、ちょっとここまでしか伸びなくてこれが。そう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 。次の番組って僕のやつよ。次の番組、あ、そうですよ。自分の生放送に間に合わないからってこと。そうか、生放送。ちゃんとやった方がいいですね。固定した方がいいです。はい。はい。4時から生でやるんですよ。あ、そうですか。引き続き。なるほど。じゃあ、最初に。今日の、まさに今日の番組。あ、月曜日のね。ああ、はい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 。今日もまた、二人ゲスト呼んでるから。うん、さっきの、これは来れないっていうのは、あれはあったでしょ、ほら、夫婦のほら、クリキン夫婦。わかるでしょ。いや、まあ、そう、だからみんな、なんかみんな混じってるんですね。だから、僕はね、てっきりもね、新井さんのね、奥様からね、電話があってね、はい、今日うちの主人は行けませんと。そういうふうな LINE だったのかなと思いましたよ。で、本人 LINE する、うん。返事来ない、うん。電話する。返事来ない。うん、どうなってんのかな。こちらはヤンバルク、小木村から向かってる。泣き人です、泣き人。あ、泣き人、ごめんなさい。あ、この人ね、秋田美人ですけどね、沖縄ではね、泣き人美人なんですよ、また。沖縄も三人。本当褒めてください。沖縄の三大美人は、うん、泣き人と宮子と糸村。そう。行きまーす。はい。ああそうですね。沖縄でも美人の産地、秋田でも美人の産地。はい、新井さんどうぞ。はい。ね、バンジョー愛ちゃんの久々のシングオンバンジョー愛、ね、はい、聞いてもらいました。ね、ね、神奈川、千葉、栃木のファンの皆さん、ね、久しぶりに聞いてもらいました。はい。まあでも時々流してるんですよ、愛ちゃんのやつ。ありがとうございます。第二第2月曜日には流してますよ。と、はい、いうのは、まあ、愛ちゃんのもともとはね、なので、メッセージもずっと回ってましたから。あ、うん、そうですね。音楽は、第2月曜日は、愛ちゃんの音楽を流してました。ありがとうございます。はい。まあ、愛ちゃんがね、やる席上にいて、流すのが久しぶりだと。生声も久しぶりだということでね、はい。はい。よろしくお願いします。はい。はい、ちょっとね、その、ね、今日のね、ゲストの、秋田県人会のちょっと話をして、はい、ちょっと秋田音でも聞いてもらいたいなと思ってるんですけどね。はい。ちょっと話の続きなんですけども、はい。秋田はドンパン節とかね、秋田音、はい、まあ、これが有名ね。ドンパンは、どんだっけ、ドンパン。はい。ドンドンパンパン、ドンパンパン、ドンドンパンパン、ドンパンパン。ということですね。ドンドンパンパン、ドンパンパン。はい。あとはね、よく聞くのは、きりたんぽ鍋ね。これはいろいろ聞きますよね。食事の方ではね。はい。ということなんですけど。それとも一つね、僕はちょっと、初耳なんですけど、はい、秋田の木戸は、木倒れっていうの。食い倒れとはよく言うけど、木倒れっていうのがあるんだけど。はい、まあ、着るものがね、うん、お金をかけたりとか、要は、見栄っ張りの県民性があるっていうところなのかなって思うんですけれども。うん、はい。そ う, ね、まあ、そういうこともあって、まあ、秋田人もたくさんいるから着物もおしゃれになるんですね。そうかもしれないですね。男性もおしゃれですか？うん、よくわからないです。
まあ、秋田美人ね。で、またね、宮城さんが今、泣き人にいるっつうんだね。はい。泣き人も沖縄の美人の産地なんですよ。泣き人と宮古と糸満、ね。沖縄の三大美人の産地って。もう、やっぱり美人に香りがありますね。泣き人に行ったらですよ、はい、集落のね、四つ角、信号がないような集落のところに書いてあるんです。美人、王子、注意。看板出てるんですよ。あ、そうね。なんで注意するの？予想見をしないように。そうそうそう。間違うと、こうやって、コースね、ちょっと十字路になってるので、うん、もう、美人を引いたり、ぶつかったりしないようにと。予想見をしないようにと。はい。あ、それよくわかる。あ、僕は、運転してもちょっと美人ってかっこいいの見たら、俺とこう見ちゃうんですよね。ということなんですけどね。はい。それで、先ほどね、秋田美人の女性紹介しましたけど、男性の場合はなかなかね、立派な人が多いんですけども、うん、まず、小林武史さん。この方はどんな人だったっけ？小林武史さん。作家ですね。作家。カニ光線っていうですね、有名な本。はいはいはい。カニ光線。そして、落合博満は三冠を3回のね、はいはい、日本一のバッター。そして、倉沢明。なんつっても、映画。はい。ね、七人の侍。ね。そして、その映画によく出てた三船敏郎。そうですね。同じ秋田県人ということもあって、よく三船敏郎が出たんですかね。つながりがあったもんね。ね。それと柳葉敏郎。柳葉敏郎ですね、うん。はい。最近のことかな。結構古いですね。そう。木場ちゃんとかよね。うん、あ、そうですね。それと佐々木希さんですか、女性だもんね。はい。という方が結構立派な方がね。ということで、はい。それじゃあ、秋田本のちょっと聞いてみましょう。これは景気のいい曲ですよ。東北の暗さが全然ないね。そうですね。秋田は明るい。最後、愛ちゃんの、はい、そうそうでライブのね、はい、日程を6月の最初からだんだんやってくれる。わかりました。あと秋田出身の皆さんということも声かけてください。わかりました。はい、残りが5分ぐらいありますから。そうですね、今44分なので。あと愛ちゃんコーナーに戻しますんで。秋田出身の県人会募集というようなこともやりますので、ね、申し込みは問い合わせはということで、宮城さんの。私の番号。はい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 。じゃあ先にそれでいきましょうね。他にないでしょ、連絡先が。そうですね。はい。うん、あ、これが秋田本堂。県人会を高齢化して若い人に聞けばわかるね。いいじゃないですか。そうですね。あ、そうそうそう。あ、言ってください。はい。はいはいはい。あ、そうですか。はい。6月17日、ね。何分これ？はいはいはい。そうですか。あと1分ぐらいな。じゃあ、ね、流していいですよ。僕らも6月は15日に清掃行きますよ。お次の通りね。23日は混みますからね。前もってっていうことで。10日はいけないんだけど、その次は、はい、もちろんハンズのもエントリーするか予約したから。あ、そうですか、うん。ありがとうございます。23日。6月はね、県人会にとってはですね、結構ね、やっぱり、ね、異例の日がありますから、はい、その周辺でやっぱりみんな土地真国のね、それぞれの各県の塔にお参りしたり、うん、清掃に行ったりするんですね。うん、6月はそういう月です、はい、大体、はい、まあ多くの方がね、今から79年前に、沖縄で亡くなってますので、それらを祀ってあるそれぞれの県人の、塔ですね、うん、結構長いね。長いですね。週で終わります。全然漏れても来ないですね。じゃあスピーカーは、曲にかぶせて喋ってもいいんじゃないですか。あ、曲を BGM にね。はい。あと、それいいですよ。はい。だから、ね、うん。これも、ね、YouTube とかにも流せないんでしょ。流してないです。流せないでしょ。だからまあ入ってますから。あ、入っちゃったんですか。あ、言葉が入ってますよ、うん。あ、そうですか。なるほど。はいはい。じゃあ CM です。
から YouTube の、 あの映像がある YouTube とツイキャスっていうのは、うん、こういうあの一般的な音楽は入らないんですよ、うん、入れられないんです、うん、著作権がある。今お話ししてるのが全部入る、はい、その間はお話が入るんですよあ、そうですか。聞いてる人は面白くないでしょうね、やっぱりね。いや、いいんじゃないですか。な、無駄話無駄話してるんですよ、連絡ですだ生番組じゃなくて、あの ラジオの方、FM ラジオの方はちゃんと入ってますからね。これあれかね、あの 歌う人がいいよって言っても流せないんだ。ああ、そうそうそう。ですよね。うん、著作権はね、ちゃんとあるからね。うちのチャンネルなんで、うちが歌えられるみたいな感じです。はい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 。そうだよね。うん。スナックでもそうだもんね。曲流したらね。そうなんだ。そうですよ。だから前、どっか上げられたところありますよ。あ、そうなんです。うちみたいなこんなちっちゃなスナックでね、こんな著作権でどうのこうのと賠償請求されても困るけどと。そうそう、うちは払ってるので、ラジオは大丈夫なんですけど。いや、スナックとああいうところはカラオケね。あれ、あの、請求くんですよ、毎月。はい、うん。それ払ってないと人も結構多いですよ。はい、ね。運動会でもそうですよ。運動会でも。ジャスラックですよ、ね。著作権協会。そっから毎年。そう、あれでもね、もう勝手に曲流したら。団子はないですけど。花ばっかり。そう、あの、秋田のね、あの料理もあります。で、もしね、あの、うん、ちょっと覗いてみたいなという方がおりましたら、私の電話番号の方までね、連絡いただければと思います。はい、番号言っていいですか？はい、どうぞ。090-4470-1971です。はい、はい。はい。あと、今月はですね、17日の月曜日に平和記念公園の方での、あの、秋田の千秋の塔というところで、慰霊の追悼も、あの、行う予定になっていますので、ぜひご連絡の方お待ちしております。あ、そうか、6月23日。あ、6月の17日です。あ、慰霊の日にやるんじゃないの？はい、23日はちょっと混むので、ちょっと前もってね、あの、うん、行くっていう形にしています。秋田県人の、入れ、はい、先週の塔というところがあります。あ、ね、まあ、あの各県のありますよね。はい。マグニでしたか？あの平和記念公園、平和記念公園がね、はい、マグニですね。はい、はい、はい、なるほど。はい、わかりました。愛ちゃん、はい、はい、本当復活の日なんですけども、はい、はい、復活早々今月はライブが多いということで、うん、もう一度ね、順を追ってそのライブの日にし、はい、場所を、ね、はい、案内してもらえますか？はい。はい、まず次は23日、6月9日はもう終わっているので、ね、はい、音市場も終わっているので、はい、次は、6月23日、はい、日曜日、はい、ジャンボステーキハンズ、はい、新店舗、はい、くもじ本店アネックスにて、はい、会場18時、会議18時、18時からね、はい、18時から2ステージ、2ステージぐらいですね、うん、はい、はい、そうです。まあ、ただの会場が18日ですよね。18時、はい、はい、です。で、会費が4000円。はい、はい。なってます。くもじ本店。次は？で、次が、6月29日。29、はい。はい、土曜日で。はい。で1軒目プレゼンツ11周年。はい、はい。周年祭。はい。で、ビーチパーティー。どこ？場所は、那覇市エスパーナ。エスパーナね。はい。はい、あの波の上のエスパーナとこね、波の上のところにエスパーナっていうところの、うん、バーベキュー会場みたいなところね、そうそうそう、エスパーナ、はい、はい、で料金は前売りが5500円、はい、で当日が6000円になります。はい、オープンが5時、はい、5時から夕方5時、ね、スタートが6時です。はい、はい、でバーベキューとおつまみ飲み放題になってます、うん、なるほどね、はい、はい、で出演が良三さんのその1軒目のはいはい、オーナーのバンド、一番、ザ・イチバーズと、はいはい、で電撃ネットワークです。電撃、はい。電撃ネットワークっていうのは東京からわざわざいらっしゃいます。ああ、東京から。はい、はい、うん、ね、はい。あれはそうよ、そうよ、なんていうの。そうです、はい。すごい、いろんなパフォーマンス、過激なパフォーマンスをするということで。はい、あら、来るの？はい、はい、方々が来ます。それで少し高いもんね、いつもより。はい、で、私は1曲だけ参加するんですけど、うん、バンジョーの、ホギーマウンテンブレイクダウンっていう曲があって、ああ、それを5人ぐらい、はい、良三さんも一緒に、ね、はい、演奏します。あとは6月30日、はいはい、日曜日、はい、
アパッチサマーライブ。30日。はい。日曜日。はいはいはい。はい、翌日なんですけど。続いてますね。大丈夫ですね。続いてますね。分からない。頑張ります。アパッチ。はい。はい、で、オープン、うん、オープン6時。夕方、18時。夕方の18時。うん、で、スタート18時半。はい。で、前売りが2500円。うん、これちょっと。当日3000円。少し安いですね。そうですね。ただこれは、一応別途。食事は出ないね。ワンドリンク、ワンフードを頼むこと。ワンフードもあるの？はい。ちょっと宮の中にね、これぐらいのバンドが出るんでしょ？うん、今回6組出ますね。6組ね。はい。それで、ワンフード、ワンドリンクはいいですよ。うんうん。他のに比べたら。はい。別料金ですよ。別料金。あ？別料金。何が？ワンドリンクとワンフードは、あ、別料金チケットとは別で。あ、チケットが2500円。はい。あ、それで別なんだ。そうそう。全部変わらない。そう、なのかな？はいはいはい。はい。はい、ということでね、立て続けに、ね、あると。もう終わったの一つ終わりましたけど、はい、23日から23日、ね、日曜日、ハンズで18時から29日土曜日、ね、はい、は、波の上のエスパーナで、夕方5時からですね。はい、そして30日日曜日続けてますね、はい。アパッチで18時から。ということですからね、皆さんね、本当にアイちゃんの復活ライブ、ね、はい、みんなで応援しに行きましょうね。はい。ということで、今もう、お別れの曲もらってます。はい、お別れの曲は何ですか、はい、聞いてよ。歌の島。歌の島。はい、ありがとうございます、ね、聞いてますけど、あいちゃん、これからの活動の抱負っていうのは。抱負、まあ、そうですね、うまく、家庭と両立して、両立して、はい、頑張ります、はい、ということでね、はい、はい、まあ、僕のとね、家庭とお仕事をと両立しようということで、はい、それではね、またね、時間がね、そろそろ来ているようですけど、今日は、第2、月曜日は万丈愛ちゃんのコーナーと全国ふるさと会のコーナー、ね、そして今日はそのお客さんとして秋田県人の宮城副会長来てもらってますね。はい、どうも今日もね、ありがとうございます。そろそろバイバイしていいですか。はい、はい、ありがとうございます。また来週聞いてください。ありがとうございました。はい、はい、OK です。はい、はい、お疲れ様でした。はい、ということで、ありがとうございます。